こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は Amazon 輸出で初心者が稼ぐ3ステップ、これについてお話します。まずステップ1、ショッピングカートを取りやすいアカウントを準備します。やることは問題のない取引をたくさんすると。この時、間違えた方法はですね、ツールを使って商品を探すと、大体ろくなことになりません。あと、まずは無在庫で売ろうとかするとですね、全然売れないです。売れる前にアカウント削除されちゃうと。いう方も結構いらっしゃいます。転売アカデミーのサポートは、効率よく儲かる商品探しを優しく教えます。ステップ2、儲かる商品を見つけると。売れるアカウントできたら儲かる商品を見つけます。この時ですね、次の3条件をクリアした商品を探します。これが儲かる商品です。販売実績がある。仕入れ価格の3倍で売れる。ライバルが少ないと。この時、番号つくのはですね、条件に合った商品が見つからないと。間違えた方法だと、やはりツールを使って商品を探す。これね、ツールっていうのは、Amazon 輸出に関しては、もうほとんど役に立たないです。ほとんど役に立たないっていうのは、語弊がありますね。害はあって、メリットはないです。そんなわけで、ツールで稼ごうと思うと、稼ぐどころか、まあ損をする。Amazon で退場させられるという結果になりますから、まあ、くれぐれもご注意ください。ステップ3、目論見通り売れたら補充をすると。やることは利益率30%を確保して売れた商品を購入する。まぐつくポイントとしてはですね、条件に合った仕入れ方法がわからないと。売れたけど、同じ条件で補充できないというのがあります。これはあなたに合った、商品補充方法を教えます。まあ、この3つはですね、それぞれ連動してるんですけど、実はステップ1をね、簡単にクリアする方法が今まではありました。それを極端にやると、今、Amazon の方から逆に嫌われる形になってしまいます。要は、不自然なことをやると、やっぱり、あんまりいい出品者じゃないというふうに Amazon から見られますんで、どうすれば Amazon がいい出品者だと、見なしてくれるか、まあ、それを気にする必要があります。これどうやればわかるかというと、私はいろんな方サポートしてるんで、まあ、情報集まってきます。それでわかります。プラス、もともと私は、1年間365日でですね、500アイテム以上 Amazon から買ってた、まあ、ヘビーユーザーなんで、どういう、まあ、購入者がですね、Amazon がどういう商品が置いといてほしいか、どういう出品者から買いたいかというのもわかってます。だから Amazon の仕組みがわかっていて、自分自身がヘビーユーザーだったと。まあ、このおかげで、サポート、できる、まあ、効率のいいサポートができるという自負があります。そんなわけで、まあ、全くのね、ネット初心者、転売やったことない方でも、3ヶ月後に月10万稼いでいただいているというわけですね。今、その転売アカデミーの Amazon 輸出サポート、9月1日まで、会員募集してます。いろんなね、儲かりますという方法ありますけど、まあ、実際問題、この Amazon 輸出、しかも、転売アカデミーでサポートを受けて取り組む Amazon 輸出ほど、再現性の高い、儲かる、サイドビジネスはないです。そんだけで、今年はね、もう半ば過ぎちゃいましたけど、稼ごうと思ってまだ稼げてないとか、何か、サイドビジネス、副業やりたいなという方は、今の時期、Amazon 輸出を始めることがおすすめです。今から始めれば、ちょうど覚えた頃にですね、ホリデーシーズンという一年に一度のすごいイベントがありますんで、少しでも儲けるスキルが身についていれば、あっという間に月10万、あるいは月30万稼げるようになります。募集は来週火曜日9月1日までです。ご応募お待ちしてます。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。